非認知能力を高める3つの大原則を紹介します。はい、こんにちは。ライフコーチのミスター・オカチです。やりにくく教わっているための行動習慣やライフスキルを MAX と一緒に紹介しています。はい。 ということで、これまでの動画では、最後までやり抜く子は、非認知能力、いわゆる、ライフスキルが高いというお話をさせていただきました。そしてそのライフスキルというものは、いつでも誰でも身につけられる技術なんです。才能も、IQ も、学歴も関係ありません。小さな行動習慣を身につければ、非認知能力が高まっていくんです。ただ、お子さんが、 自分で習慣化するっていうのは最初は難しいと思いますので習慣化するための手助けというかサポートをするのが大人であったり親の役割ですということで今日はライフスキルを高めるための え、行動習慣をどうやって習慣化させるのか、そのための3つの大原則を解説したいと思います。え、今回の動画を見ていただけたら、自分らしい子育てを見つけるための参考になると思いますので、最後までご視聴ください。え、このチャンネルでは、子育てを頑張るお父さんお母さん、そして子供の教育に関わる方に向けて、やり抜く子を育てるための考え方や関わり方にフォーカスして配信してます。え、興味がある方は、チャンネル登録ボタンをポチッと押してください。 あと SNS でも毎日配信してますので概要欄からつながってくださいえっとね、えー、平日やってるこの縦型の動画はねえっともうあのラジオ感覚で聞いていただけたら嬉しいです <laughs> はいということでいきましょうえっとねえー、ライフスキルを高めるための3つの大原則ということでまるではなくまるというシリーズでお送りしたいと思います1つ目えー、っと親が選ぶのではなくて子供が選ぶ 2つ目与えるのではなくて見守る3つ目完璧主義ではなく実験主義、はい、まず1つ目親が選ぶのではなく子供に選ばせるこれですよね分かってますよねそれは子供が自分で考えて自分で決めてほしいと思うし、えー、あんまり口出ししたくない邪魔したくない っていう風に思ってはいても、思ってはいても、ああ、これもっとこうやったらうまくいくのにな、とか、あここのままいったらなんか失敗するんちゃうか、とか、心配になったり、かわいそうになったり、困ってる顔を見るのが嫌やな、と思ってしまって、つい助けてしまったり、口出ししてしまったり、手助けしてしまうこともあると思うんです。まあ、僕もね、子供と関わる中でそういうの結構あります。でも、大事なことは、子供自身がやはり自分で選んで、自分で決めることなんです。で、あのー、近年のね、神戸大学の研究 研究にもありましたけど幸福度っていうのは自分で決める感覚いわゆる自己決定下に大きく影響するということが研究によって報告されましたということでこれどういうことなのかというと、えっと、自分で決めてる人っていうこと何事も自分で選んで決めてる人っていうのは幸福度が高くなり自分が決めてなくてそうしなければならないとか誰かが決めたそういう人生を歩んでる人っていうのは幸福度が下がるっていうようなあの報告もあるんですね。で基本的的にライフスキル的な考えで言えば 自分で選んで自分で決めたことなら失敗。 ぱ敗はないって僕は考えてるんですね。それがたとえ結果が出なかったとしてもうまくいかなかったとしても自分で選んで自分が決めたことだから自分ごととして考えるんですね。それお父さんとかお母さんとか先生が決めたことやったらそれ僕考えたことじゃないもんってお父さんお母さんが決めたこともやもんって言って人のせいにする人のせいにしてしまったらそこから自分で考えなくなるんですよね。反省しないんですよ。反省しないから振り返っても次になる一歩が見えてこないんですよね。でもその失敗して自分で選んで自分で決めたことで失敗したことうまくいたこと 行かなかったことであったとしてもそこからどうやったらいいんだろうってこれね自分が選んだことだから人のせいにできないですねだから自分ごととしてそれを考えるんですねだ困るっていうのは決して悪いことではないんですよ困らせるっていうのはとてもいいことで困った体験の中で子供は学んでいくということなんですついつい将来困らないようにって言って与えてしまったり手助けしてしまったりすることもあると思うんですけど困ることでは悪いことではないし悲しい思い辛い思いすることも悪いことではないんですよそこにね学びの 学びの種が潜んでいて学びの種があってだから困って悲しい思いをするからもうそれをしたくないだからどうしたらいいんだろうっていうふうに考え出すん、ね、です。だからこそお母さんとしては見守る。 あの親っていう感じはね立つ木の下で見るって書いて親っていう感じですよねだから本当に木の陰にこう隠れてるかのようにこう見守るんですねでもちろん子供が体が危なかったりその心がどうしてもあの危ないよう大きくトラウマになるような経験になってしまうんじゃないかとか、えー、っと怪我してしまうようなことであったり他の子供たちに危害を与えるような場合であれば積極的に介入するというのはしないといけないと思うんですけどもそうでない限りはえー、っと子たちにな 子どもに選ばせる。 自由に自分で決めていいよって言われてもなんか決める材料がそろ,そ,ろそ,ろ、あのー、そろっていない時があるんですねもう子どもにとってはこの A という選択肢しかないもうこれをやるっていう選択肢しか見えてない場合その場合はもしかしたら B というあの案もあるんじゃないですかとで B という案はこういういいところとこういうデメリットがあるよねとで A という案にもこういうメリットとデメリットがあるよねでそれぞれ A と B という2つの道道というか選択肢があるけどたけし君はどっちがいい っていいう,うに聞いてあげるんですねで本当に選択肢が少ない時は選択肢を提示してあげたり、えー、そのなんかサポートであったり支援をしてあげるというのはすごい大事なのかなとも思います。はい 二つ目、えー、二つ目は、えー、っと、なんだったっけ与えるのではなく、見守る。今も言っちゃいましたね。<laughs> はい。あのー、口出ししたり、答えを与えるんじゃなくて、えー、っと、見守るんですね、えー。答えではなくて、どちらかというと、質問、問いかけるっていうことがいいですね。えー、こうやったらいいんじゃないじゃなくて、えー、例えば、えー、こういうふうにやったらどうなるだろうとかね。 あのこ何かこうフィードバックする時でもこ,こっちの靴ひもを、えー、左手で押さえてた方が、えー、結べる、あのー、うまく結べると思うんだけどどうかなとかね何かこうフィードバックする時でも最終疑問形で終わるようにするということで基本的に答えは言,えな言わないねえー、と何例えばねよくあると思うんですけどえっ、ー、とお魚ってなんで目二つなんてまああんまないかほ <laughs> な,ないかもしれないけど二つなんてこうまあ 普段考えないようなことを子供聞いてくることあるじゃないですか。そんな時に、えっ、ー、とーあ、〇〇だよって答えを言ってあげること。これもいいんですけど、いいんですけど、まずは、なんでだろうねと、なんでだろうね一緒に調べてみようか。これがいいですよね。 それで一緒に調べてみようかって言って図鑑とか辞書とかを調べながら一緒に調べていくその時に辞書の使い方とか図鑑とかの調べ方を教えてあげると今度自分で何でだろうと思った時に自分で調べれるようになりますよねえっ、ー、と最近読んだ本では今ここはないけどねえっ、ー、と賢い人の家には家のリビングには図鑑と辞書と地図があるということでその図鑑と地図と辞書の使い方をね子供に教えてあげたら何でだろうと思った時にそのままにせずに自分で調べることができるんですねであ あんまり良くないのは、えー、子供に聞かれた時に「えー、分からん」とかね わからんっていうと終わ,終わってしまったりとかうんそれはもう何やろ、うんやろ他どんなことあるやろうんそんなこともあるよねっていうようにこう流してしまうってことですねあと無視してしまうとかいうことですねこれがあんまり良くなくて子供が何でだろうなっていうその疑問を持つっていうことはすっごい大事なことであってその疑問を持ったことをまずは認めてあげるあよく良いところに気づいたねとそうすれば子供がね何でだろう何でだろうって考えることはいいことなんだって思って自分で考えるようになるんですねで,でもどうやって で、それを見つけたらいいのかってわからないんで。だから、じゃあ一緒に調べてみようかなっていう風に言ってあげるとかいいかもしれないですね。1つはね。で3つ目、3つ目は完璧。主義ではなく。実験 これめちゃくちゃ大事ですね。えー、っと親として完璧な状態を見せないといけない親としてこうあるべきっていう考えを持つっていうのはすごい大事なんですけどついつい自分のいいところしか見せていなかったり子供が子供にも100点を求めてしまうと子供ってやっぱ失敗するのは怖くなるんですよね。失敗したら怒られるんちゃうか失敗したら嫌われるんちゃうかお母さんに褒められないんじゃないかと思うと失敗できないんですよ。失敗できなかったら自分が絶対できるってことしか挑戦しない。新しいこと,とか ややっったことなないっていいてうのはややらないんですねそうなるとやっぱ成長するスピードが遅くなっていくんですね。やっぱ成長っていうのは今までやったことないことに一歩新しく踏み出してみる。そういうところで成長が、成長できていくってことですね。やっぱコンフォートゾーン、快適なゾーンから一歩踏み出してグロースゾーン、やったことないことをやるとか、新しい人と、えっ、ー、と、お話しするとかね。そういうところに一歩踏み出すことで、えっ、ー、と、新しい能力を獲得したり、新しい知識を得ることができるということなので、そのためにはやっぱ 一歩踏み込んだ時はも谷底でねどうなるかわからんっていう状態でっ怖くてジャンプできないんですよねで一歩一歩ね踏み出したとしてもそこには谷底はなくて大地なんだと何ていうかもう大地で好きなところにいつでもどこでも行ける大地なんだみたいな感覚で失敗は OK なんだよっていう関係性であったり環境を作ることがめちゃくちゃ大事なんですでそのために大切なのは親として完璧であることを求めないまず自分自身が自分自身が完璧な親になろう で完璧な親しか見せないってなってしまうと子どもにもそれを要求していくことになって子どもにはプレッシャーが。 ね、加えられるんですね。なので、親としても、まあ、こうありたい、こうなりたいっていうビジョンは持ちつつですよ。今できていない部分はもちろんあったとしても、それをどんどん出していく。失敗したことも失敗しても、えー、とうまくいかないところも見せていく。ていうか、うまくいかない姿こそ見せてるのがいいですよね。私はこんな親になりたいとかね、こういう夢を持っていると、そういう自分がやりたいことをね、子供さんに語って、でも、まだ私はここなんだよと。で、自分が今できていない姿を見せるんですね。えー、お父さんでもお母さんでも、 大人でも最初は初心者なんだってで初心者やけれども、まあ、その、それをね、毎日毎日コツコツやっていったら、どんどんできなかったことができるようになって成長していって、で、ついには夢も叶うんだって、そういう姿を見せていくってすごい大事なんですね。完璧である姿を見せるんじゃなくて、不完全な状態から見せていくってことなんですよ。成功してる姿ではなくて、成長してる姿を見せていく。そこがね、とても大事なんですよ。成長してる姿、人間が成長している姿っていうのはね、 ものすごいね、あのー、勇気づけないんですね、そういう姿を見せられると。なので、あのー、100点を求めない。でも100点を目指して頑張ることはいいけれども、子供に100点を求めない。で、結果の部分だけフォーカスするんじゃなくて、今頑張っているそのプロセスに目を向けてあげて、認めてあげる。 ね、褒めてあげるっていうのを認めてあげるってことですね。ああ、今頑張ってるねと、漢字、漢字の練習しているねって、10回書いてるねって、お母さん見ているよということを言葉掛けしていくのがすごいいいのかなと思います。だから完璧主義ではなくて、実験していく。実験っていうのは、なんていうかね、あの、その挑戦している姿を見せていく。トライアンドエラーの姿を見せていくってことですね。完全主義ではなくて、不完全主義。不完全な状態を見せていくということ。そういうところがすごい大切なのかなというふうに思います。 はい。ということで今日は、非認知能力を高めるための3つの大原則を解説してきました。えー、まず1つは、親が選ぶのではなく、子供に選ばせるということです。自分で選んで自分で決めたことに失敗はないってことです。それは1つのデータであり、うまくいかなかったとしても、そのデータから次どうしたらいいのかって考える、それが材料であり、いい経験になるので、その、ど、どんどん子供に選ばせるということ、それがすごい大事です。えー、2つ目は、 与るのではなく見守るということです、えー、大人が答えをどんどん与えていたら子どもが自分で考えなくなる自分で動かなくなるってうことなんですよだからえー、っと問いをかけると問いを与えるということですね与えるとしても で、ね、一緒に考えるっていうことがすごい大事なのかなと。なんでな,んな,んでなのって質問があっても、えなんでかな一緒に調べてみようねっていうふうにやって、えー、こう、調べ方とか答えの見つけ方を、えー、教えてあげるっていうのは大事かもしれません。で、三つ目、完璧主義ではなくて、えー、実験主義。 完全主義ではなくて不完全主義ということで、えー、子供に完璧を求めない、100点を求めないで。期待することはいいんですけれども、自分自身にも他の親と比べて、他の子と比べてたら、子供も自分をプレッシャーになってリラックスができないんですよ。リラックスできなかったら自分の力が出ない。集中できないから自分の力が発揮できないんですよね。でやっぱそもそも勉強っていうのは、えー、っとね、えー、集中力があるから勉強する。 っていうことではなくて勉強そのものは集中力を上げるために勉強するっていう考えもあって僕は結構そ,のあのそっちに賛成してるんですけど。 そもそも勉強っていうのは、まあ、いろんな知識が学べるっていうのもあるんだけどその集中力夢中になる力を学ぶために、まあ、勉強しているっていことなのからその夢中になる力を上げるには子供がリラックスしてないといけないし安心してないといけないし、あのー、100点取らないといけないっていう不安な状態ってできないんですよねだから子供をリラックスさせるということそうすることで自然に集中力が高まる集中力が高まるからもちろん勉強もできるようになるしその勉強以外で自分がやりたいことに対して没頭できて夢中になれるってことなんです だから安全でリラックスできる関係性と環境を作るということが大事。そのためには100点を求めない。 うん。で、他の子供と比べない。自分自身が他の親とも比べなくて完璧でなくてもいい。で、もちろんこう会いたいっていう姿に向かって頑張ってるんだよってその頑張ってる姿だけを見せる。これが大事なのかなっていうふうに思ってます。えー、少しでも参考になったら勉強になったらおかち頑張れマックス今日もいいねっていう方は高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです。えー、こんな感じでこのチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん、子供の教育に関わる方に向けて、えっ、ー、と、やり抜く子を育てるための行動習慣を 平日毎日配信してます。興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。平日のこの縦型の感じのやつはね、ラジオで聴いていただいて OK です。週1回、ね ちょっと力入れた感じ。横型で、横型っていうかな。えー、なんていうの、ん、ちょっと字幕もつけてやってるんで、そちらはね、画面見ていただいてもいいんですけど、平日版はね、もうラジオ感覚で聴いていただくのがちょうど、ちょうどいいと思います。こうずっと画面に集中してもね、あれだと思うんで、家事をしながら、リラックスしながら、えっ、ー、と、聞いていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。はい。ジエンド。それでは、ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。